強者は、将棋の駒の種類の一つ。本将棋、平安将棋、平安大将棋、小将棋、中将棋、大将棋、天竺大将棋、大局将棋、大大将棋、真カ大大将棋、大将棋に存在する。英語では槍を意味するランスと訳され、エルと省略されている。強スと呼ばれることもある。通称は、こう、俗に、槍とも言われる。これは、 強者の駒の危機が前方に離れたところまで及ぶため、長い突き吹きである槍をイメージさせるからであろう。伊藤流の駒の並べ方では、対局前に相手に刃を直接向けるのは失礼と、最後に並べる小駒である。序盤では、積極的に動かす駒ではなく、むしろ初期位置にいるだけで、相手の攻めを牽制している駒であり、むやみに動かすと、守りが弱体化する。 4枚の強者が1局のうちで全く動かないことも珍しくない。持ち駒となってから本領を発揮することが多く、2歩や内部詰めを回避する時や不切れの時に不評の代用を果たすという面もある。例えば実際、タレフの代用としてタレコをする手筋もある。持ち駒として打つ時は、縦の利きで敵の駒の左右への動きを遮断することができるため飛車の代用を果たす時もある。 電学座しや、極小の逃げ道を封鎖したり、場合によっては被車を殺したりできる。また、強者が関連する格言に次のようなものがある。この端符をつくことは、その下段に構えている強者を活用するための準備を、せよというものであり、タイヤグラ戦法のスズメ差しや、タイヤナグマ戦法の地下鉄尾車など、初期配置の強者が攻撃に参加する戦法もある。強者は、正駒になると、 金賞と同じになり、6方向に進めるようになるものの、一手で2マス以上、前進することはできなくなる。このため、銀賞、桂馬ほど頻繁ではないが、主に敵陣3段目で船りで使うこともある。敵陣2段目での船りもルール上可能であるが、敵陣2段目の強者の動きは、成郷の動きに完全に含まれるので、それが有効になるのは、飛車、角行、不評の船りと、 同様、内部詰めが絡む場合である。行きどころのない駒は禁じ手なので、一段目に強者を打つことはできない。また、一段目に盤上の強者を進めた場合は必ずならなければならない。駒の階級と動かし方から、不評の上位バージョンとして派生したと思われがちだが、正しくは、チャトランガの車に相当する駒と言える。海外の将棋系ゲームでは、 日本将棋の強者に相当する位置に、チャトランガの車に相当する駒が配置されている。地図のルーク、シャンチーの車、車、チャンギの車、マーグルックのルアなど、チャトランガ由来のゲームの多くで左右奥隅に、チャトランガの車に相当する走り駒が配置されている。北宋時代のシャンチーの車は、強者と同じ動きであった。物理的なサイズでは、強者は馬に比べると、 高さは、ほぼ同じだが、幅は、かなりスリムに作られている。駒の表面駒の利面コート略す。強者の正駒を成鏡という。成鏡の英語名称は、プロモーテッドランスで、略語は L。将棋駒の活字がない環境ではしばしば、アンズと表示される。また、強者の駒の裏に彫られている字は、金を崩した文字である。なると金賞。中将棋の場合、コート略す。 ナルトハック。中将棋では敵陣一段目でのなりも戦略的意味はないがルール上可能である。ただしその場合は完全に行きどころのない駒になってしまう。なることはできない。したがって番の一番奥の列まで進むと完全に行きどころのない駒になってしまう。理由こそ違うが本将棋と同じくなると金賞。なるのは敵駒を取った場合のみなので。 なっていない状態で番の一番奥の列まで進むと完全に行きどころのない駒になってしまう。一直線に進むことから参道をまっすぐ進みすんなり強者のごとく出産できる安産のご利益があると言われている。林王子においては寺内の観音堂に多くの強者の駒が安置されている。妊娠した女性は強者堂に毛で安産を祈願し安置されている強者駒を借りて持ち帰る。 そして無事出産した際、新しい強者ゴマを作って、強者道に猛で奉納し、借りていた強者ゴマも返納して安産御礼をする。また賛同をまっすぐ進み、将来は都金となるようにという思いからの民間信仰とも言う。ありがとうございます。